こんにちは、ネイエ設計士の木本です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日ご案内させていただくお家は、暮らし始めて1年になります、オーナー様のお家で、傾斜した変形地に立つスキップフロアのお家になります。玄関を上がってきていただいて、半階上がったこちらが LDK になります。スキップフロアを利用して壁を設けずにワンフロアで計画しております。こちらが南側の大きな窓になります。敷地がこう下っていく方向に大きく開いていますので、外も広く見えたりだとか、街並みも広がって見える状態になっていますので、日もよく入ってくるようになっております。テラスもそのまま上がれそうなんですけど、はい、ここ腰掛けても使えそうですね。そうですね、ただ単純にこう外へ出るためだけの窓にならないように、ここの窓の幅をこう座れるのにちょうどいいような高さの設定にしていたりだとか、座るときにこう足とのバランスがいいように、まあ普通の階段よりも少し高めの設定ではあるんですけれども、上がってもストレスがないように高さの設定をしております。こちらが両サイドが開くような窓になっていますので、そこから外に出られるようになっております。街並みがここから見えてとても素敵ですね。こちらは柱と手すりだけの構成にしていますので、ここからも抜けの景色が得られますので、よりダイナミックに景色を楽しむこともでき、ただの壁になっているとここが影になってしまうんですけれども、まあ、それが起こらないように設計させていただきました。こちらは今見ているところがダイニングで、こちら側がキッチンになるんですけれども、まあ、そこのキッチンとダイニングを一つのフロアで、もう一つリビングはまた半階上がった上のフロアに設定して、ちょっとまあ食事をするような場所と、休んだりだとか映画を見たりだとか、ご家族で楽しまれる場所は機能を分けてちょっと場所を設定させていただいております。2種類の壁があって、それぞれ高さが違うようなんですが、こちらはどういった設計の工夫があるんでしょうか。こちらの高い方の壁はですね、リビング側の方にカウンターが設けられていて、カウンターの高さに合わせて高さを設定させていただいております。あと、まあもう一つ機能として、こちらのキッチン側に、まあ、冷蔵庫だったり収納だったり、そういったものも置かれるので、それとの高さをちょうどいい塩梅で設定させていただいております。でこちらの低い方に関しましては、このリビング側の方に畳スペースがありますので、座っていても南側の大きな窓からの景色を楽しめるように、比較的低いような高さ設定にしておりまして、あまりに低すぎるとお子さんだとか落ちて危ないんじゃないだろうかっていうような心配もあったので、ここの幅ですね、取らせていただいて、まあ、そう簡単には落ちないような設計にさせていただいています。この幅がある部分の下は収納としてますので、キッチンはコンパクトめに収納が作ってあるんですけれども、まあ、そこに収納しきれないものだとかがここに収納できるように設計させていただいております。キッチンもシンプルで素敵ですね。キッチンに立った時が空と街を一望できるような一番いい場所になっております。オーナー様は初めから明確なイメージがありまして、キッチンとダイニングテーブルが横並びになっているような作りにしたいというお願い事がありました。なので、まあ、キッチンで用意した食事をすぐにこう短い動線でダイニングテーブルの上に持ってこられるような作りにしております。またキッチンもカウンターのところで食事が取れるようにもしたいっていうお話もあったので、対面で食事を取れる場所もあります。なので、まあ、朝の慌ただしい時間だとかはダイニングテーブルの上に食事を運ばなくても、簡単にキッチンの正面で食事を取ることができたりだとか、ご家族揃って食事を取られるときはダイニングでゆっくり食事を取ったり、簡単に軽食を取るときなどは大きな窓辺でベンチを利用していただいたり、テラスを利用していただいたりして食事を取ることもできます。ダイニングとキッチンを
3階上がっていただくと、こちらがこのお家の一番高い部分で、リビングと畳のスペースが同じフロアにございます。こちらは天井の高さが 2.1 メートルと、まあ、住宅の部屋の中では低い設定で作らせていただいております。なのですが、まあ、天井までつながっていない壁を設けていますので、ダイニングキッチンの方は 3.1 メートルの高い天井高の設定をしておりますので、まあ、そこの空間につながるこの板張りの天井ですねが、まあ、ここリビングをそこまで、まあ、窮屈な部屋として感じさせないように設計させていただいております。確かに程よいおこもり感と、すごい眺めのいいところと、いいとこ取りの空間だなと思います。そうですね、こう開放的になる場所と、こうゆったりくつろげる場所っていうような設定の仕方で、このリビングはこの大きさで設定させていただいております。こちらがご家族が座る場所になっているのですが、まあ、その近くに窓を設けることで、日中ですね、ずっと手元も明るくなりますし、窓を開ければ風が抜けるような場所になりますので、こう人がたまるような空間には自然の光だったり風だったりが抜けるような空間にしてあげることで、まあ、空調に頼らなくてもいいような季節のいい時期などは、そういった自然の力も借りながら過ごすことができるように設定しております。先ほどご紹介いただいた、はい、キッチン裏の収納ですねの棚があった部分がこちらのワークスペースですね、はい、ちょうどこのカウンターが今はお子様が勉強をするために使っているような場所になります、はいはい、お子様だけの利用ではなくて、はい、まあ、これからはパソコンで作業をしたりだとか、例えばミシンを動かしたりだとか、まあ、そういったご家族全員で共有して使えるようなスペースにもなっております、はい、ダイニングキッチンから半階下がっていただいたフロアが玄関と水回りの空間になっております。トイレと洗面スペースと脱衣室とお風呂がこのフロアには広がっております。ここの洗面スペースは、まあ、半階上の LDK からまた半階下の各個室から近い位置に持ってきますので、まあ、ご家族がこの個々で過ごしている時間、ご家族で過ごしている時間からどちらからも近いような位置で設計させていただきました。また結構半階上の LDK からの大きな窓からの光の影響で、日中も明るく顔写りがいいようなスペースになっております。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ次回の動画もご覧ください。